学びたい気持ちがあるすべての市民の方が気軽に参加できる場所。そんな場所があったら行ってみたくないですか？行ってみたい。でもそんなところ本当にあるんですか？あるんです。それが今回紹介する戸田市民大学です。一体どんな事業なのか、詳しいお話を戸田市の担当職員の方に伺います。戸田市民大学とは具体的にどういったものなのか教えてください。戸田市民大学は学ぶ楽しみと活動する喜びのあふれるまちづくりの実践に向け、平成20年度にスタートした事業で、講座受講を単位認定する市民大学講座により構成しています。講座は毎年約50講座開催していて、大学連携や地域学習、スポーツなど幅広いテーマを取り扱っています。市民大学講座を1回受講することに1単位が付与され、45単位取得すると終了となります。取得単位に有効期限はありませんので、自分のペースで講座を受講することができます。修了された方には毎年3月に行われる市民大学閉校式で、市民大学学長である市長から修了証をお渡ししています。また修了された方は大学の公開講座等の受講費用の一部を補助する大学聴講補助制度を利用することができます。受講方法について教えていただけますか？戸田市に在住在勤在学している方であれば、どなたでも受講できます。年齢制限もございません。また入学手続きは不要ですので、どの講座からでも受講票を受け取り、気軽に戸田市民大学への参加が可能です。戸田市民大学講座の申し込みは、広報戸田市や講座を担当する各課のホームページで随時募集をしております。こちら受講費用はかかるんでしょうか？材料費や保険料等がかかる講座も一部ありますが、基本的には無料で参加できます。あ、そうなんですね。気軽に受講できていいですね。ちなみに広吾さんのおすすめの講座を教えてください。市民企画講座という講座がおすすめです。市民企画講座は、戸田市の在住者がこんな講座があったらいいなと思う講座や、自分自身が講師となってこんな講座を開いてみたいと思うものを企画し、採用された企画を市民大学講座として実施するものです。市民目線で企画される講座が多く、昨年度では SDGs をより身近に感じてもらうため、カードゲームを用いたグループワークや、バランスボールでの運動を取り入れた産後ケア、戸田市内の専門医を招いて乳がんについて講演を行い、幅広い世代の市民がこの講座に参加しました。また今年度の市民企画講座の募集を6月から行っておりますので、もし戸田市で開いてほしい講座がありましたら、ぜひ企画提案書を生涯学習まで提案してください。市民企画講座の応募お問い合わせ先はご覧の通りです。皆さんのご応募お待ちしております。こちらは令和5年度の最初の講座、青山学院大学と戸田市の連携講座で、青山学院大学文学部史学科の安村直樹教授がラテンアメリカ史研究と女性に関する話をしました。ジェンダー性差についての常識っていうようなものは、まあ時代を経るにつれて変わることもあれば、地域によって違うこともあるわけですね。続いては戸田市民大学に初めて通い始めた女性の方と、通い始めて9年目になるベテランの男性のお二方にお話を伺います。戸田市の広報誌などでは知っておりましたけれども、コロナ禍になってちょっと早めに退職しましたんで、時間ができたので、ぜひ参加したいなと思いまして、やっと参加できるようになりました。閉校式の時 の講師の先生にちょっと興味ありましたんで、初めて伺ってみました。
戸田市の歴史とかちょっと興味がありますので、そういう講座がなんかちらっと見ましたらありましたので、ぜひ参加したいと思っております。ご近所でお友達はたくさんいるんですけれども、なかなか市民大学まで一緒に行こうよってお友達はいないので、こちら の講座などでもしお知り合いになれたらなと思います。戸田市出身 の文楽ですとか落語家岡さんですとか、そういうその古典芸能の方がもしこの地元にいらっしゃったら、そういう方のお話なんかをちょっと伺ってみたいなと思いますけど。40数回なのでまだ今日で2回目なのでただ時間はおかげさまでありますんで、興味ある講座も本年度も何講座かありましたんで、ぜひ参加したいなと思っております。僕は海外にずっと住んでたんですけど、ちょうど60歳で帰ってきて定年になって、なんか戸田に家はあったんですけど、あまりこう馴染みがなかったんで、戸田らしいことやりたいなと。いろんなことありましたね。ボートの教室もあったんですよね。で5回ぐらいこうやるんですけど、もう毎年ボート教室に出席してますし、これはもう戸田しかないみたいなんですね。あとああいう今日やったみたいな青学の先生とか、あと埼玉大学の先生なんかのその新しい研究とか古い研究とか、いろんなものをこう勉強できますね。もう僕は個人的に興味ある文学とかですね、あとその韓国語とかね、なんかいろんな科目ありますんで、それを取ってます。戸田学なんていうのもありますし、戸田の歴史とかですね、そういうのも結構面白いんですよ。もう結構リタイアの生活の中に組み込んでますね。で頭の刺激になりますんでね。星空の仲間ですね、星のソムリエというような、そういう人たちと結構交流してますですね。いや、もういつでも入れるし無料だし、絶対おすすめです。戸田市民大学はオンラインでも受講できます。こちらも事前の応募が必要になりますので、詳細は広報戸田市や講座を担当する各課のホームページを確認してください。はい、それでは最後に PR の一言をお願いいたします。戸田市民大学では戸田の歴史や自然に触れられる講座や、生活に役立つ知識や地域活動につながる講座など、多様なテーマの講座を用意しています。令和5年度版の戸田市民大学カリキュラムも作成しましたので、こちらの冊子、また戸田市民大学のホームページをご覧ください。市民の皆様に合った講座が見つかるかもしれません。もし気になる講座がありましたら、ぜひ足を運んでみてください。戸田市では市民の皆様の学びを応援しています。私も戸田市民なので、ホームページを拝見させてもらって気になる講座見つけてみたいと思います。